ボシャボシャ。おざっす。今日はですね、心拍の素材3鉢持ってきました。挿し木物ですね。挿し木で増やした心拍に鉢上げされるタイミングで曲入れて、で針金が食い込んできた心拍3鉢。とりあえず針金取って、この食い込みをね、吸湿してあげたいなと思います。針金と雑草掃除と、あと枯れ葉枯れ枝あったら除去してメンテナンスしていこうかなと思い持ってきました。だいぶね、曲はもうついてると思うんですよね。外しても問題ないでしょう。よっ、根っこはまだしっかり張ってないですね。ぐらつきがある、ぐらつきがあるんで、こういう作業もできれば慎重に、可能な限り慎重にやった方がいいです。で、今の時期はこう水吸いが生きてる時期なので、皮がずるっと剥けちゃいます、失敗すると。なので、ほらこんな感じで、ここ分かりますかね、ずるっといっちゃって中の白いとこが見えちゃってる。なので気をつけてください。皆さんがやるときは気をつけてください。これは失敗例です。これむずいな、これどうしたらいいんだ、何がどうなってんのかさっぱりわからん。これ無理だな、傷つけずに取るのはちょっと厳しいですね。厳しいけど、これを取らないことには始まらないというか、このままだと針金飲み込まれちゃうんで、まあ、多少の傷はね、勲章として受け取ってもらうしかない。まあ大きく太ってしまえば多少の傷はね、目立たなくなるんで、そこの回復、自然回復に期待しましょう。どうなってんだ、マジですげえことになってんぞ。鉢か引っこ抜きたいな。根っこも大したことないだろうし、ごめん。ごめん、あまりにも作業しづらすぎて、すげえ負担かかると思うけど、ごめんなさい、ちょっと取らせてください。どうなってんだ、見えない。ちょっと水で洗いながら外してきます。はい、水で洗って外してきました。ついでに鉢に戻しています。針金取れてこんな姿が出てきました。まだね、根っこの付きが甘くてすげえグラグラするんですけど、分かりますかね、ボディ揺れてん、もう少し頑張ってほしいところですけど、こんな感じで2周かな、1周2周ぐるぐるっと巻かれてるボディが入ってました。まあ癒着して一塊になれば、まあまあいいでしょう。はい、次行きましょう。次これね、ビフォーの姿がこうで、あ、これは結構しっかりついてる気がする。どうなんでしょう。こんな感じで針金が巻かれてるんで、こいつも外していきます。
はい、2鉢目完了です。こんな感じのボディしてました。まあまだまだ細いですね、挿し木物。こんなボディが埋まっていましたよと。この細さを維持するっていうのもまた面白いですよね。豆盆栽にしちゃってこの細さでずっと育てる、それもまた盆栽の楽しいところですよね。この品種はちょっと小さく維持するとどうなるんだろう。これちょっと成長早いタイプなんで、小さく維持すると結構難しいというか、どんな感じになるのか僕も気になります。ラストいきましょう。ラストこんな感じですね。畳み込んであるけど針金食い込んできたから外してきれいにします。はい、針金外して掃除してきました。終わった姿がこちらですと。こんな感じ。なんかこの辺見ると2本束ねてあるのかななんて感じに見えるんですけど、足元は1本ですね。途中で枝分かれした2本の枝を束ねてるっていう感じかな。足元自体は1本です。1本の木です。で、一部皮むけました。ずるっと。ここはまあいい景色になってくれることを願いましょう。で、若干ね間延びもあるんで、ちょっともう一回上畳まないとかな。もう少し太らせたいんで、ここで詰めるってことはせずに、こう間延びをね解消するために詰めるとかそういうことはしないで、一旦このまま走ってもらおうかなと思います。 OK、 いいんじゃないでしょうか。3鉢ね、1、2、3、3鉢、心拍素材の掃除が、針金外しが完了しました。はい、本日の作業は以上です。